RVZ-6 はソビエト連邦の鉄道車両メーカーであるリガ車両製作工場が1960年から1987年まで製造した路面電車車両。6000両以上の大量生産が実施されソ連各地の都市に導入された。第二次世界大戦後ソビエト連邦で最初に製造された路面電車車両は トロリーバスと共通設計の車体を有する MTV-82 であった。1947年から始まった製造初期はモスクワにある82番軍用工場で生産が実施されていたが、1949年以降はリガにあるリガ車両製作工場に移管された。だが、MTV-82 は全時代的な機構を有していたほか、 各地の路面電車の路線網拡大や乗客増加による大量生産が求められており、抜本的な車両の近代化が課題となっていた。そこで、リガ車両製造工場はソ連閣僚理事会からの命令の下で次世代の路面電車車両の開発を、始め、1950年に完成した RVZ-51 を皮切りに、1955年には、 総括制御による連結運転の実用化を目指した RVZ-55 が翌1956年には電気機器や制動装置などを変更した RVZ-57 が作られソ連の首都モスクワのモスクワ市電で試運転が実施された。そしてこれらの車両で得られた実績をもとに1960年以降生産が始まった量産車両が RVZ-6 である。RVZ-6 はループ線が存在する路線での使用を前提とした型運転台のボギー車で、一両での運用が可能な設定である。車体の梁は溶接構造を用いて製造されている一方、外板や屋根に用いられるアルミニウム板はリベットを用いて組み立てられている。前面窓はわずかに傾斜を持ち、 側面には両開き式の2枚窓が設置されている。車内の床は製造時期によって構造が異なり、初期の車両には、キータが、以降の車両については、滑り止め用のゴム製のマットが貼られている。どちらも、車体中央部にはハッチがあり、電気機器の検査時に取り外すことができる。防寒のため、運転室と客室は仕切りによって分けられており、運転室内部には、 速度制御用のハンドルや、デッドマン装置でもあるペダル、電気及び空気圧制御装置などが配置されている。座席は、前席進行方向を向いた、クロスシートで、右側が2人掛け、左側が1人掛け、合計37人分の座席が用意されている。2枚、折戸式の乗降扉は、防寒対策に加え乗客の流動性も考慮し、右側面の前後に配置され、 後方の扉付近には車掌台も設置されている。車内には冷房は搭載されておらず、下季には窓の開閉による自然換気や換気扇によって温度が調節される。一方、冬季は発電ブレーキ使用時に生じた熱を用いた暖房が使用される。車輪に防振ゴムを挟んだ男性車輪を用いた台車は同様に側張りや軸受けが車輪の内側にある。 インサイドフレームと呼ばれる構造が用いられる。この構造は軽量化や騒音の抑制などの利点が存在する反面、ゴム製のショックアブソーバーこそ設置されているものの、軸バネが省略されていることから、軌道の状態によっては振動が激しくなる欠点もある。枕バネには2組のコイルバネが用いられるほか、台車には制動用のドラムブレーキが2台設置されている。主電動機は、 各台車に2機設置され、カルダンシャフトを介して車軸へ動力が伝達される。運転台からの速度制御には、電動機の駆動用とは別の回線を運転台に設け、さらにノッチ診断を自動的に行うようにすることで、スムーズな加減速が可能な間接自動制御が用いられる。制動については、最高速度が時速5トルに抑えられるまでは発電ブレーキを用い、 それ以降は停車まで空気ブレーキが作動するようになっているほか、発電ブレーキが正常に稼働しない場合は、自動的に空気ブレーキが作動するようになっている。また、双方が使用不能となった場合に備えて、電磁吸着ブレーキも搭載されている。同時期に量産が実施された、ソ連向けの路面電車車両とは異なり、RVZ-6 は空気ブレーキに加えて、 ドラムブレーキの稼働や乗降扉の開閉に圧縮空気を使用しており、高圧タンクやエアフィルター、圧力調整器、安全弁などを備えたエアコンプレッサーから供給される。そのため、タトラカーと比べ騒音が減少している反面、冬季にエアコンプレッサーが凍結する恐れがあるという欠点が存在する。圧縮空気の量は運転室から調整可能である。 製造年代や機器の違いによって RVZ-6 には以下の3つの車種が存在する。RVZ-6M に RVZ-6M に1960年に試作車が完成し、モスクワ市電で営業運転を兼ねた試運転を実施した後、ソ連各地の都市へ向けての大量生産が開始された。1974年には後継車両として r v z 七の製造が行われたが、短期間の製造と運用に終わったため、その後も r v z 六の量産が続く結果となり、最終的に1八十七年までに六千両以上がソ連の五十以上の都市の路面電車に導入された。ただし、同時期にはタトラカーや k t m 五など他の企業による路面電車の大量生産も行われており、 導入する車種をタトラカーに一本化した結果1966年までに RVZ-6 が全車廃車もしくは他都市へ譲渡されたモスクワ市電のような事例も存在した。ソビエト連邦の崩壊後はロシア連邦、カザフスタン、ベラルーシ、ウクライナ、ラトビアなどの各国に継承されたものの車両自体の老朽化や新型車両の導入による置き換えにより 各都市で次々に引退し、2014年の時点で営業運転に使用されている都市は6カ所、在籍車両は合計65両にまで減少した。その後もさらに廃車が進行しているが、2019年から2020年現在でも以下の2都市で RVZ-6M2 が保存目的ではない営業運転に使用されている。上記に加え、 ロシア連邦、ウラジオストクやラトビアダウガフピルスでも2010年代後半まで RVZ-6M2 の定期運用が存在したが、2020年の時点で双方とも定期運用から離脱しており、臨時列車用の車両のみ残存する。その一方で、モスクワをはじめ各都市で RVZ-6 の胴体保存が実施されているほか、ウクライナのハルキウを はじめ RVZ-6 を改造した事業用車両が多数残存する地域も存在する。ありがとうございます。